はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。はい、なんか八川にもしかしたら言いたいことがあるんじゃないかと。まあそれは散々ありますよね、本当に。もうでも本当にこの場を借りて八川さんのおかげであのオールスター出れたと思うんで本当に感謝してます。これを通じて人に悪口をたくさん言えたことによって僕は飛躍できたと思ってます。ありがとうございます。もういろんなところで言われるんで、勝ち釜見た勝ち釜見たっつって宣伝費用を僕の方に回していただければギャラを。そうですね、じゃあちょっと後で。はい裏話ですか。やっぱもう本当いろんなね先輩の話知ってきてよかったなと思ってますけど、オールスターの裏話ですか。なんすかね、特には何もないですけど先輩が途中で帰られたぐらい思い出なんかあったかな。オールスターっすよね。ああ、埼玉部屋でした僕。愛知5人いたんで、桐生さんと中田さんに。はい、やっぱトップクラスの方の持ってくる雑誌はおしゃれな高級志向な雑誌でした。じゃあ磯部さんみたいに週刊誌だったりとか。週刊誌見てねえっすわ投資本ばっかっすわ僕はすでに。でも今ちょっとゴルフにハマってるんで、ゴルフ本も。もう1週間経つと忘れちゃうんですよ。だいぶ真っ黒になられたなと思ったのは。いやいや、家で日に当たって汗かいて減量してるんですよステイホーム、ステイホーム、ステイホーム。ゴルフは、はい、イメージでしてます。はい、ああ、はいはい、おかげさまで、ありがとうございます。いやたまたまですよ、たまたま。流れが良かったです、本当に、あの説は。まあ、こんな偉そうなこと言えないですけど、パーフェクト2回目だったんですけど、あのリーチが1回目は飛んだんですよ。で僕なんかいつも1回目は何事も飛ぶイメージがあって、2回目成功するなっていつも思ってたんで、あ今回は絶対逃げれるなぐらいな軽い気持ちで臨みましたけどね。2回目は敗ですはい、優勝します、応援してください。もう優勝宣言。はい、本当ですか。いや僕でもまあまあ出てないですか。相性いいですよ、蒲郡。いやそうやってね、みんなね、あの勝ち側のせいに従うんですよ。あの会社の社長とかさ、本当にね。あ、実は優勝おめでとうございます、社長あの人はいつも僕がおごることはあってもアイスの1個しかおごってもらったことないんで、楽しみにしますよ、社長。これって今節配信されるんですか。今節、もう今日配信します。あ、本当ですか。はい、あの今節からお客さん入ってのレースなので、あのこれ大丈夫ですか。ちょっと待ちます。何でしたっけ。言ってもらっていいですか、もう一回はい、今節からお客さんが入っての、レースになりますけど、お客さんも、感染防止とかには気をつけていただいて、レースを観戦してもらえたらなと思います。3ヶ月間お客さんいない状態だったですけど、その3ヶ月で成長した姿を今節は皆様に見せたいと思いますので、ご声援のほどよろしくお願いします。優勝します。いや見てない見てない見てない。この前尻を追っかけるのはとかなんかあったっすけど、シリアスなとか。ボード持ってた女性とかいます。見てない。あのちょっと証拠 VTR が一応ある。取れちゃってる。あららら、はい。トマス見せていただきます。トマス見せていただきます。いやいや、もちろんちゃんと見ますよ。はい、再生回数伸ばしてギャラ取らなきゃいけないんで。ではね、お願いしますよよろしくお願いします。来年のオールスターよろしくお願いします。中頃脇汗かいてきた